シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よくとなけばモンストニュース振り返っていくってやつだぜ。さあ2月にはでっけえコラボがあると思うしよ。モンスト公式登録100万人記念キャンペーンとかでオーブがめちゃくちゃ心配なこの状況。ド新春ガチャもマジで大爆死系だからな。オーブがほんとねえのよ。でその新イベントのモンスターがめちゃくちゃ強え。これはやべえぜ。どう強いか説明するからよく聞いてくれよな。そんじゃモンストニュース振り返っていこうぜ。さあまずはケテルミッションがあるぜ。俺ケセドミッション、いや、ややこしいなこれ。ケテルとケセド、昨日ギリギリを本当にギリギリクリアしてサブとかも全部取ったからマジで危なかった。先見の書はマジ貴重だから絶対取っとこうぜ。さあ次確認していこうか。次が1月20日妄想の日、ミラクルミンが3つもらえるぜ。前回がオビス3つだったから次ミラクルミンじゃなくてほらステッキとか選べるべとかそういうのが3つもらえんの。いやとか何これ、ミラクルミン負ける前提失礼だね。まあ嬉しいけど。さあ次行くぜ。これ、カイン呪われし者、カイン、カイ、カイン、カイってなんかよくわかんないけど、降臨するらしいぜ。うわ、めちゃくちゃなんか、あ、燃えてない。アベルが来たからめっちゃ怒ってんのかな、まあ、よくわかんないけど、これ降臨するかな、頑張ろうぜ。これ多分生放送かな、生夜会かな。まあよかったら来てくれよな。そんじゃ次、副友情コンボどれがいいの、まあ、どうせ出にくいやつが一番いいんだろう。トライブパルスも魅力的だし、拡大爆破弾も魅力的。まあこのどっちかになってくんのかな、もう十分面白いと思うぜ。これが1月24日金曜日、8時から10時降臨するから、一緒にやろうぜ。さあ、次は新イベント、クロス戦隊モンストドライブ。これ見て、これめちゃくちゃ強えのよ、こいつらが。クロスとか、ミナツキとか、カナミスとか見てもらったらわかる通りに、今、以前降臨したモンストの多分子孫なのかな、よくわかんないけど。で、これが1月19日日曜日12時から、1月30日木曜日11時59分までやってるぜ。これはマジで半端ねえ、確認していこうじゃねえか。まずはこいつ、モンストフォービアアクセル。これがよ、ちょっとややこしいけど、まあ、もうこいつらの名前の判別がこのフォーミュラ、この2番目のところ、2番目というかこのモンストラートが名前としてまあ認識できる場所、アクセルは確かみんな一緒だったから、このフォーミュラちゃん、これが貫通&ゲージスピード型。うわ、もうちょっとこれだけでやばい雰囲気しない、これ見てよ。これアビリティマインスイーパー、アンチ重力バリア、ゲージアンチブロック、ダッシュストライクショットがフォーミュラジェットギガンティア、ターン8プラス8でスピードとパワーがアップ、シールドとビットに大ダメージ、友情コンボメイン8方向レーザー、 EL サブ全敵ロックコン衝撃波3で、こいつまずはどこで使えるかっていうと23の国でマインスイーパー、そして貫通という点がめちゃくちゃ有利なんだけど、まあ、ゲージでアンチブロックがあるからあそこはゲージを外そうじゃねえと、あのブロックの中にビットやシールドがいるから減速してしまうのよ。まあ状況によっては成功させたい時もあるんだけども、まあでもダッシュもったいないけど、ターン8プラス走ってるですはめちゃくちゃ魅力的だぜ。さあ次がビーラ。ビーラでも強いよこいつは。ゲージでアンチブロック貫通という点でめちゃくちゃ強いんだけども、マインスイーパーがスワビについてるから地雷でよるダメージを受けれないから、そこはちょっと注意しようぜ。まあやっぱり速い SS が魅力的。まあちっちゃい SS と中ぐらいの SS 持てるのがすごく魅力的だぜ。次がコンプレックス。でコンプレックスでも同じようにマインスイーパーとゲージアンチブロックがあるからとても魅力的で、ちょっと気をつけてるのがやっぱ超線形つけてしまうと、まあ、パネルが踏めない時あるからそこは気をつけようぜ。さあさらに次使うのが9の極ではアンチブロックがあるからドテクセオッケー。そんじゃあ次確認していこうぜ。こいつがよなかなかやばいのよこいつ。モンストシャトルアクセル、まあ、シャトルちゃん反射&ゲージスピード型、見ておいてよ。マジでアビリティがマインスイーパー M アンチ魔法陣 SS アクセルゲージアンチブロック、はい、お気づきの人もいるだろう。これがマジでやべえ、超究極アマテラス適正、このパワーひどい、この適正具合、いやちょっとうわー、これはマジでやってくれたわ。もう出すうわー、だってこれやばくない、ストライクショットターン12プラス4ビッグバンシャトルブースト、フレタ仲間のパワー一定期間アップとか、これもやばいし、何だったのあの年賀のジョージは、俺年賀のジョージ一体何だったのあれ。で友情コンボがメイン超強防御ダウンブラストサブスピードアップ、これもうやばい、スピードアップがあんの。えノストラダムス、まあ、でもノストラダムス十分ある役目、安定してボス形成できるから。でこれちょっともう方針分かってきたな、やっぱイデアもうすぐにほらあのアロンズロット出してきたりやってきたから、今後難易度は全然落とさずに難しいクエストどんどん投入してくるけど、すぐ壊すという流れが定着するんだな。だからまあ初日勝てなくてもみんな全然その心配することはね、すぐ壊される。まあでも心の中でこの壊したモンスター使って勝つのもなって思う人もいるかもしれないが、もう全然 OK よこんな出てくるから。でみんな勝つんだろこれで、めちゃくちゃ優秀よ。さあ次確認していこうか。あちょっと待って、契約完了で、こいつ他にどこを使えるかっていうと、まあ1の国でも十分使える、
1の国でもアルカディアとかもすごく面白いし、あとは9の国アンチブロックもあるし、これが普段仲間の敵を一定期間アップさせるこの SS もオベロンを強化してめちゃくちゃ面白いんじゃねえか。さあ次確認していこうぜ。こいつ重心化モンストドローンアクセルドローンじゃん。反射&ゲージ砲撃型で、こいつちょっとよ、こいつも頭おかしい本当に。アビリティ飛行アンチ重力バリア、ゲージアンチ減速壁、 SS ターン短縮、ストライクショットがターン20プラス8で、ドローンオプティマルグレネード、仲間たちを率いて敵を打ち込む、友情コンボメイン、超強プラズマサブ、超強全属性ホーミング25で、まあ分かる通りこの SS はやっぱりほら、なんだっけ、金光、フィリップ金光だったっけ、これ何これ、まあいいや、金光の影響を受けてんだろうな。で飛行アンチ重力バリアっていうギミックからして、そこまでいけるとこないのよ。まあ読みとかいけるけど、そこまでほら高難易度のゴージャスとかに刺さるとこはないんだけども、こいつまあアンチ幻想感もあるし将来性もある。で何が一番強いか、何がこいつ強いってこれ言ってんのかっていうと、この神々になってるけど、まあ、理由としてはこの友情コンボの超強プラズマ、これノアで使ってめちゃくちゃ強くなかった、強かった上にノアじゃないのよ、こいつノアの上行ってんのよ。まあ、理由としてはこれ見て、攻撃型の超強プラズマ、これで多分よ相当ダメージさせていろいろいけるとこ増えるから、こいつすっげえ希望がある本当に。もう欲しいもん、一番ぐらい欲しい。そういうわけでもねえか、まあ、そういう感じでもあるのよ。で他どこ使えるかっていうと、9の奥でももう全然大丈夫、この超強プラズマの砲撃型のこんな一番の売りが発動しねえけど全然使えるから、これ SS で仲間たち率いてオベロンババッて動かしちゃいいんだろ、これがマジで魅力的だぜ。さあ次確認していこうか。でこれが次回のシーンで出てくる敵、メロードの、まあ、激究極2人、そして次がサクラさんとウトイザ、これサクラさんってなんかさん付けがすごい似合うな、このまあ猫の女とこの猿が出てくるぜ。さあ次で、このガチャ引くとよ、このクロス戦隊モンストドライブではおまけが出て、まあ、右なんとこのおまけやばくね、これが出るんだぜ、まあ、どういうシステムか説明すると、これ9個アイテムがあってガチャを引くたびに出るんだって。でも1周目限定で1000件出て、あとも出るんだけど、こいつらが9回で全てのおまけを必ず獲得できると、だから引かなきゃならないってわけ。でも1回行くと10連で1000件の賞もらえるから、まあ、他はいいじゃねえか、まあ、なんかちまちま配られるから、まあ、1000件の賞はマジで手に入らねえから、まあ、1回だけ引いとこう10連それで十分 OK よ。そんじゃあ次、重心化情報持ってまいりましたと、これスピーカーフロムスターダスト、かっこいい名前が、反射&ゲージバランス化でやっと重心化した、俺持ってたっけ、確認してみようか。さあ戻ってきたぜ魂ども。さあおっと、マジで俺これ手に入った記憶ないよ、いつの間に、もう嬉しい、これ嬉しい、戻ろうか。でスピカフロムスターダスト、反射&ゲージバランス型、アビリティが超アンチ重力バリア、魔族耐性 M、 おっと魔族耐性 M で、これは即死とか避けれるんじゃねえか、対魔族 EL、 おっ魔族キラー EL ある、これもやばい、ゲージ獣キラー EL、 おっとこれはあれじゃねえか、後で説明するぜ。ストライクショットターン16プラス8、 You only love live twice で、スピードとパワーがアップ、アンド触れた敵に十字に攻撃する、爆弾を設置する、これが要するにキラーも乗るからかなり面白くなるんだね。で友情コンボメイン、オールレンジパレット、サブ拡大爆破弾、まあ、ここも同じように、あ待って、こいつはバランスか、同じようにオールレンジパレットに、まあ、対魔族家乗るから、まあ、使い方としては高難易度に刺さるわけでもないけど、こいつもターミだしな。まあ、面白いってこと言ったら、おそらくモンストの日とかで、昔の初期のモンスターとかをめちゃくちゃしばけるっていう。魔族とか。で、エデンのクエストとかもすごいんじゃない、これ。友情で溶けていくんじゃない、もしかして。そこまでじゃねえか。そこまで、まあ、属性違うからちょっとわからねえけど、まあ、おそらくモンストの日とか、まあ、運極集荷でめちゃくちゃ強い可能性がある。そしてどこで使えるかっていうと、まあ、一つ目は読みであったり、まあ、9の奥のこの獣キラー EL で、ウサギをもうボコボコにしばけるという、ただの、クリアの目的じゃなくて、ウサギに恨みを込めてバーってもやるという、そういう、ただそれだけでも使えるんじゃねえか。そういうわけよ。このパワー、そんじゃ、今回も見てくれてありがとう。そんじゃ、次の夜会でも会おうぜ。あばよ、いいからそこに並べ。
俺が焼き印をしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。